アークマウスはマイクロソフトが開発、製造したポータブルマウス。モバイルデバイス用に開発された。このマウスは同社のサーフェイスと連携するように設計された。アークマウスは折りたたみ可能で他のマウス同様スクロール機能が含まれている。最初の製品は2008年に発売された。2008年に発売された最初の製品でマイクロソフトはアークマウスを ファッション性の高いポータブルマウスとして位置づけた。カラーバリエーションは黒と赤のみ折りたたみ式のデザインが特徴。2.4GHz のワイヤレス式のレーザーマウス。次の製品であるアーク、タッチマウスはデザインとメインインターフェースポイントを変更し2010年に発売された。携帯用の折りたたみ機能の代わりにタッチマウスは湾曲した使用時の形状から 平らになる。前の世代でのスクロールホイールの代わりに、第2世代では、スクロール用の静電容量式タッチストリップを備えている。タッチストリップは速度に敏感で、3つのボタンが含まれ、触覚フィードバックを備えている。サーフェイスに合わせ、マイクロソフトは、アークタッチマウスのデザインを更新した。新しいデザインはグレーで、新しいタッチストリップが特徴。 Bluetooth で接続される。2017年にサーフェイスラップトップと共に発表されたサーフェイスアークマウスはボタンとタッチストリップを大きな静電容量式タッチ面に置き換え新しいラップトップと合わせて利用できる。2019年12月現在マイクロソフトストアで69.99ドルで入手できる。ありがとうございます。